もうめっちゃ寒い方ですよね多分今日。なのにね、夏は終わらないとか言って頭おかしいやつちゃうかも、ね、夏終わりそうなんですけど、まあ、グループでね、ドリームファイブっていうグループで昨年末まで活動していまして、その時に歌ってた曲なんですけれどもね、まあ、盛り上がれるかなと思って夏終わるけど歌っちゃいましたっていうお茶目な感じです。今日はですね、私のこと初めて見たって方どのくらいいらっしゃいますか。あ、本当ですか。知ってたって方いらっしゃいますか。あ、どっちも手を挙げてない人は私のこと嫌いですか。違いますか。ありがとうございます、嬉しいです。そうなんです、今年からですね、ソロで一人での活動を始めまして、10月5日に初のソロシングルリバースという曲と、初の自叙伝黒い小鳥という本もね一緒にリリースさせていただいたんですよね。なので今日はリバースっていう新曲のリリースイベントで、この梅田ヌ茶屋町店に来させていただきました。本当にたくさんの方に集まっていただけてとっても嬉しいです、ありがとうございます。いやね、優しい、本当になんかもう言葉もいい。私徳島県出身なので、あ、普段なんかそうなんだろう、地元の言葉だとアーベンって言うんですけど、アーベンってイントネーションどちらかというと関西弁みたいな感じなんですよね。で、東京行ったらなんか東京の人の言葉って若干ちょっと怒ってないのに怒ってるみたいなところあるじゃないですか、わかります。そう、まああれももう慣れてしまったんですけど、どちらかというと自分がそっちなんですけど、でもなんか今日ここなんか途中で車を降りてここまで歩いてくるのに道がわからんくて人に聞いたんですよ。見たらなんか、あ、これまっすぐ行って、まっすぐ行ったら外出るんですよって、本当はまた人に聞いてくださいって言われて、もう寄せてくれんのかいみたいな、ね、もうそういうところが大好きなんですよね。なのでまた大阪に一人でのリリーベで来れると思ってなかったので、ほんまに嬉しいです。今日初めて見た方は私の名前だけでもいいので覚えて帰ってもらえたらなと思います。お願いします、ありがとうございます。では次の曲いきたいと思います。私はですね、もともと NHK の教育番組天才テレビくんマックスのテレビ戦士だったんですけど、テンテレ知ってる人、おお、ありがとうございます。そのですね、テンテレ時代にテンテレの中で歌われてた曲を今日は歌いたいと思います。結構ねバラードなんですけれども、皆さんの心に響くように歌いたいと思います。聴いてください、冬のキャンドル。Oh,
この歌知ってた人いますか？ありがとうございます、ね、大丈夫ですか？気分下がってません？バラードは、バラードの次は、ですね、小室哲哉さん知ってる人、小室哲哉さんに書いてもらった曲をですね、今からね、歌いたいと思います。で、季節が変わる、季節の変わる目、あ、変わり目、変わり目に私はこの曲が聴きたくなるなって思う曲なんですけど、まあ、前にグループで活動してた時に歌ってた曲ですね。知ってる人は一緒に歌ってもらえたらと思います。これも歌ったら次ラスト、これと最後の曲でもう2曲なので、皆さんの気持ちが高ぶりますように歌います。聴いてください、フューチャリスティック。Thank you.